人が減っても持続可能で明るい枚方の未来を描いて質問に当たりました。子ども、地域、企業の課題に触れましたので、ぜひご覧ください。いよいよ枚方市駅前にホテルがオープンするなど変わりつつある枚方市、今後どのように変わっていくのか、また本市の魅力をどのように発信していくのか質問させていただきました。課題と心配が山積みの離婚後共同親権の問題、枚方市でできることを質問しました。帯状疱疹ワクチンの費用助成の実施、また市民の健康と命を守る観点から給水スポット設置を求めました。6月は男女共同参画週間、 LGBTQ プラスの権利を啓発するプライド月間、子どもを真ん中に人権尊重の枚方を、枚方市の未来への提言を行いました。持続的な発展のため子育て世帯の労働生産性向上の支援策を提案しています。この度の質問でかねてより要望しておりました奨学金返還支援制度が実施の運びとなりました。枚方市の未来のため技術職の人材確保策や災害発生時の避難所運営等について質問しました。ぜひご覧ください。